見事だわエッチよ。どういう状況だ。あれを静まれ。静粛にするのだ。一体何をしに来た。私にいかなる用があるのだ。身の回りの汚れを捨て去れ。地獄に落ちたいのか。清めの火はまだ燃えているぞ。祈りを捧げよう。さあ悔い改めよう。我が命令に従うがいい。復讐せよ。よせ。エッチよ気泡を見失うな。このような真似、神がお許しにならんぞ。神に使わされた預言者を何だと思っているのだ。罰当たりめ、冒涜だ。火炙りにするぞ。聞こえんのか。主よ、慈悲を示したまえ、悪の首から解き放ちたまえ、罪に囲まれた私に救いの道を示したまえ。主よ、慈悲を示したまえ。人には安らかに死ぬ権利がある。なんと惨めな気持ちであることか。地上と天、どちらの方にも背いた私が一体誰に救いを。お前か。いつかはこうなると思っていたんだ。頼む、どうか慈悲を。分かった。行け。主の御前で裁きを受けんがために。眠れ安らかに。みんな聞いてくれ。20年前のことだ。俺はこの場所に立っていた。友と信じていた者に裏切られ、愛する者たちが殺されるのを見るために、俺は憎しみに取りつかれた。憎しみは炎に似ている。幾人かの恩人たちの教えがなければ、俺は自分自身をも焼き尽くしていただろう。彼らは答えを押し付けず、答えを得る方法だけを教えてくれた。何をすべきか指示する者など不要だ。サボナローラもメディチケも、進む道を決めるのは自分自身だ。確かにその自由を奪おうとする者は多くいる。自ら選んで自由を売り渡す者も。だが道を選ぶのは常に自分だ。正しいと信じる道を進め。それでこそ人間だ。書物を読み教師に教えを請うても答えは得られず、
道も示されない。選ぶのは自分だ。他の誰でもない。自分なのだから。